キングヌーの新曲出とるやん。聞いてみようっと。めっちゃいい曲。でもちょっとバラーディーだから、叩いてみたとか、解説作る感じではないかもね。なるほどね。なんじゃ今の。ちょ、もう一回、もう一回、もう一回。ああ、このフィルインやばいっすね。え？ちょっとこれはやりますわ。うん、行ってみようか。トン！いや、もちろん他の箇所のドラムもめちゃくちゃかっこいいんだけど、ちょっとこのフィルインやばすぎるんで、ちょっとこれをね、今日はマスターするその過程をね、見せたいと思う。まあ、言うても僕、プロなんで、基本ね、耳コピなんすよ。だいたい数回聞いたらできます。まあ、見ててください。まずはね、聞きましょうね、一緒にね。どこに入ってる、あれ。何回か聞かせて、ちょっと。数回、数回。数回聞いたら、できます。え？わかりません。皆さん知ってました？これ意外とね、知らない人いまだにいて、YouTube 再生速度変えられるんですよ、誰でも。これ画面見てください。この右上の歯車を押して、上から6番目の項目、再生速度ってありますよね。速くすることはもちろんできるし、なんと4分の1の速度まで遅くできます。で、これ大体ね、どんな超絶技巧でも2分の1倍速、この 0.5 倍速ってやつですね、までにすればもう大体聞き取れる。じゃあ 0.5 倍速にして聞いてみますよ。スタート。わかりました？ちょっとわかってきたでしょ。でも、なんだこのフレーズ。0.5 倍速にして聞いたら、こうっすね。ワン、ツー、サン、ハイ。たたたとと、つとつとと、たたたとと。まあ、もしかしたら、今耳コピにも限界はあって、キックだと思って聞いてるところが実は手でタムを叩いてたりとか、そういう勘違いもまあ起きるには起きるんで、完全にこの僕が分析した手順が絶対正解だ、関口さんご自身も絶対こう叩いてるんだって保証はないんで、ご了承お願いします。で、もう一回元の速さ聞いてみようか。え、待って、待って、無理じゃねえこれ。無理だな。簡略化します、僕だったら。ここまでかな。速さで、タンポンって最後の部分がちょっとこの速さでできる気がしないんで、僕だったらタタタポンってごまかしちゃいますね。まあ、それでもクソむずいんだけど、ね、ちょっとね、練習の時間ください、これ。よし、ちょいちょいできるようになってきたんで、最後に曲と合わせてみます。聴いてください。数回、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 できます、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 できます。